バトラ、マリーの歴飯万歳。さて、やってまいりました歴飯コラボ。ワールドポイロキッチンチャンネルさんが主催で、複数の動画投稿者が代わりバンコに歴史にまつわるお料理動画を投稿するお祭り企画だよ。さて、第4夜となる私たちの料理はマリー・アントワネットが食べたかもしれない料理です。なんか微妙に不確定なワードが入ってるけど、そう、企画をいただいた時にテーマを決めて少しずつ調べを進めていったんだけど、マリー・アントワネットの食事なんてそこまで大昔でもないし有名だし、まあ調べるのに苦労はしないと思ったのよね。どころかレシピの記録が残ってない。マジでない。そうなのよね。お品書きみたいなのがたまに見つかるけど、それだけ。肝心の内容がさっぱりわかんないのよね。っていうかマリー、本人なんだからその時の記憶とか残ってないの？いや、首が落ちた時に記憶もごっそりいかれちゃったのかなんなのか。うわ、ちょっと引くからやめて。しかし、テーマは決めちゃったし、資料も買った。今さら変えるわけにはいかないわ。そこで、今回はその道のプロが当時の食文化事情を踏まえて再現したレシピを流用、参照させていただきます。つけ焼き場の知識では超えられない壁があるからね。まあ、歴史解説メインということでね。さて、今回作るお料理は1788年7月24日、ベルサイユ宮殿のトリアノンにて供されたと伝わる料理の一つ、牛とキャベツの煮込みです。あなたは、宮廷儀礼とかの面倒事が嫌で、少数の気の合う友人とかと、離宮のプチトリアノンで過ごすのが好きだったのよね。そう、参考にしたフランス食卓誌には、トリアノンとしか書いてなかったから、プチトリアノンなのか大トリアノンなのかは、わかんないけど。それに身内だけとは言っても、この時は40人もの招待客がいたというから、やっぱりそこまでこじんまりとしたものとは言えなかったかもね。まあ、その辺の話は料理を作りながら語りましょう。まずは下ごしらえとして18世紀当時に生まれたとされるフォンドボー的なものを作ってみましょう。フォンドボーって名前はよく聞くけど、なんか洋風だしのことだったかしら。そう、とは言っても本格的に作るには30時間くらいかかるみたいだから、今回はあくまでなんちゃってです。ていうかマリーって料理できないでしょ。中の人も多分私と同じくらいだから、今回は私の手足となって働いてもらうわ。実質私が作るようなものよ。そうかな、そうかも。フォンドボーは筋肉などと玉ねぎ、セロリなどの香味野菜とかを一緒に煮込んで作るだし的なものみたい。鍋に水を入れて、先ほど切った野菜を入れて、牛すね肉、筋肉、トマトペースト、ローリエ、タイムを入れて煮込みます。あら、トマトといえば19世紀まで一般的に食用には使われず観賞用だったということだけど。うん、ジャガイモと同じくナス科の植物は毒があるって思われてて、でもイタリアとかの一部地域では早くからトマトは食べられてて、ベルサイユでもこの頃には定番食品として使われてたみたいだよ。何々、この時の晩餐では料理の種類は50品くらいにもなったとか。お腹爆発しちゃうでしょ。そう、特に私は手羽先1本と水だけで満足するって書かれるくらい小食だったし。大食いのルイ16世とは全然ライフスタイルがはまらなそうね。でも料理を食べきれないくらいにたくさん出すことは、決して食料を無駄にしていたわけじゃないのよ。下げられたたくさんの料理は食前部の役人からいろんな人に回されて、使用人たちの貴重なご飯になったりね。なんなら宮殿の外の路上の屋台で温め直して売る人もいたくらいだから。まあそれが健全かどうかはさておいて、確かに無駄にはしてなかったよね。さて、煮込み始めたフォンはめちゃくちゃアクが出てきました。ここからどうするの？ひたすらアクを取り続けながら量が半分になるまで煮詰めます。そんなの中の人にやらせておいて、もう少し当時の食事のことを聞かせてよ。フランス料理っていうと料理を順番に一品ずつ出してくるイメージだけど、あのスタイルになったのは19世紀以降で、ロシア式サービスって呼ばれたわ。対してフランス式はポタージュから始まる各段階ごとに複数の料理がテーブルに並べられて、各人がそれを取るっていうスタイルだったの。なるほど、なんかそっちの方が馴染みやすそうね。多くの人はほんの数品だけに手を伸ばして、席を立ってまで遠くの料理に手を伸ばすのは無作法とされたわ。また面倒くさいマナーね。私のプチトリアノンではなるべくそういう堅苦しいのはなしにしてたけど、染みついたマナーみたいなのはあるからね。2時間経過。半分くらいになったからこれをこします。本当はもっとこう目の細かい三角のやつとかでやるんだろうけど、
これができたフォンの棒もどきです。ちょっと味見。なるほど、味って感じはしないけど、セロリとか肉とかの旨味や風味がほんのりついている感じだ。まさに出汁ってことね。本当はロースとした子牛の骨とかでもっと長く煮込んだり、二番出汁を取ってそれを混ぜ合わせてとかやるみたいですけど、そんな本格的なのは中の人には無理です。なのでこれで勘弁してね。さて、鍋にオリーブオイル、ローリエ、タイム、粗みじん切りにしたニンニク、牛肉、玉ねぎを入れて軽く炒めます。マリーの頃の宮廷の食のトレンドってどんな感じだったのかしら。私の100年ほど前のルイ14世の時代にはふんだんに香辛料を使ったこってり系の料理が定番だったけど。ああ、ヨーロッパ各国がアジアの海に進出してブイブイ言わせてた頃ね。香辛料がちょうどステータスシンボルだった時代だものね。そう、でもそのブームも落ち着くと胃にもたれる濃厚な料理が敬遠されるようになったわ。胃腸が弱かったボルテールさんもこってりソースにヘキヘキするってことを手紙に書いてたり、ナチュラルな食事が主流だったオーストリアから来た私も当初のベルサイユの料理に馴染めなくて。それであなたの時代からあっさり系の料理が流行り始めたって感じかしら。まあ人によるわ。ルイ16世はがっつりした赤身肉と赤ワインが好きだったし、以前の動画ではあなたは果物とか牛乳とか意識高い系のナチュラル食が好みだったのよね。まあ大航海時代のおかげで世界のいろんな果樹とかが運ばれて、植物学とかの研究も兼ねて王宮で栽培とかされてたからね。確か本格的な温室を作ってヨーロッパで初めてパイナップルの栽培に成功したのもベルサイユの果樹園でだったわね。あと貴族の間で農業とか酪農が流行ってたから、私自身も牛の乳搾りとかして農業生活ウェイとかやってたから、まさに意識高い系お金持ちインフルエンサーの道楽ね。ある程度火が通ったところでさっき作ったフォンドボー的なものを入れます。なるほど、煮込むためのベースを作るのに2時間もかけたってわけね。マジで片手間ではできない料理よね。こういうの同時に何十品目も作るわけだし。ここでカットトマトを入れます。あれ、確かお品書きでは牛とキャベツの煮込みって書いてあっただけよね。そう、だからこのトマトはレシピを再現してくれた遠藤さんの創作になると思います。まあさっき言ったようにトマトを食べるのはまだ一般的じゃなかったけど、ベルサイユではナウイ食材として取り入れられていた。それに果物好きの私の晩餐会で使われるのは可能性としては全然ありだと思います。さて赤ワインも加えたらキャベツを投入していきます。ちょ、多くない？キャベツは縮むから多分よかった、いい感じになってた。生のキャベツの体積って何でできてるんでしょうね。あとは塩コショウで味を整えて水分を飛ばして完成です。これがマリーが食べたかもしれない18世紀後半のフランス宮廷料理風の牛肉とキャベツの煮込みです。思ったより絵面が地味なのがご愛嬌。真っ白なシチュー皿みたいなのがパレが良かったんだけど、ちょうどいいのが和風のしかなかったわ。あとお肉ももう少し厚みのあるシチュー用のやつとかね。まま細かい課題は次回の反省点としてとりあえずいただきましょう。ふむ、味付けに使ったのは本当にシンプルな塩コショウだけなんだけど、キャベツの甘みとセロリとかハーブの爽やかさがいい感じになってるわ。もう少しこってり系になるかと思ったけど、フォンドボーのコクを感じつつも私好みのさっぱりした味わいになってるわね。ただコクといえばもう少し肉肉しさがあってもよかったかしら。やっぱりなんちゃってフォンドボーの弱さとお肉をもう少しグレードの高いものにすればよかったかな、などあと、今更だけど、歴飯というテーマの割には、ちょっと料理自体がまとも、というか、普通すぎたっていう部分もあるかしら。ああ、言うたら、現代でも普通にやるような料理を選んじゃったってことか。そう、視聴者様としてはもっとこう、意外性のあるお品書きの方が良かったかな、とか。例えば、羊の玉を使ったりとか、馬のを調理したものとか。いや、それは対抗する相手が手強すぎるような。さて、そんなこんなで、私たちの出番は終わりです。明日の歴飯コラボは誰の番なのかな？明日は古代ローマさんよ。お、この間完結したローマ帝国の歴史、最終回では、パトラちゃんが見事に敗北して無事死亡する詳細が解説されてたね。いや、
ローマさんは普段の動画でも歴飯を投稿してたりするから、今回はどんな料理が出るのか楽しみだね。まあそんなわけで、引き続き歴飯コラボをお楽しみください。前回よりも参加者も多くて、料理プロ級の人もいたりで、私たちいていいの？って感じではあるんだけど。まあ、面の皮の厚さも社会を生きていくには重要だから、ここはどっしり構えてればいいでしょう。なるほど。バトラちゃんが言うと重みが違うよね。どういう意味よ。じゃ、歴飯コラボ、この後の皆さんの動画もお楽しみください。バイバイ。